どちらよっす。今日なんですけども、メゾンマルジェラからですね、3回目か4回目かな、5回目かな、ちょっと忘れましたけども、デリバリーございましたので、ご紹介しようかなというふうに思います。今回入ってきたのはですね、ウェアでございます。ちょっと洋服と、あとバッグが入ってきました、バッグ。はい、じゃあまずちょっとバッグからいきますか。これです。パターンということで、これシンプルなね、キャンバスの、バッグが入ってきまして、どうですか。これかし。はい。これ。まあ、ステレオタイプということで、まあ、マルジェラのこのベーシックラインというかね、洋服でもあります。ステレオタイプって、ね、見たことありますかね。ここにこう、パーンと入ってたりするパーカー、T シャツ、そういったものあるんですけども、靴もあるかな。ステレオタイプという、まあ、そういうちょっとこう、ベーシックの、ラインですね。まあ、ワードローブというか、まあ、非常にウェアラブルな日常着としての、まあ、ラインというシンプルなものの、バッグでございます。コットンのキャンバスバッグステレオタイプということで、ショッピングバッグと書いてありますね、ここに。はい、ショッピングバッグ。ショッピングバッグ。そしてここに、まあ、ちょっとメゾンマルジェラと小さくロゴが入ってます。はい。まあ、これね、お値段、1万円でございます。1万円でございまして、はい、1万円ですね。これ僕買います。これ僕のものにしようかなと思って。ちょっとしたショッピングとか、まあ、行くときにもちょっと格好つけようかなというふうに思いまして、というのは、まあ、あれとしても、まあ、日常的にとか、なんかちょっとね、まあ、僕なんか、ジムとか行きますから、ジムとかプールとかね、まあ、じゃあ温泉、サウナ行きましょうって時にちょっとこう乗っていくバッグとして、なんかなんていうんですかね、あんま気使わずに使えるじゃないですか、こういうのって。こう、もうささっと使えるというか、ということで、まあ、お安いですしね、安いですし、1万円ということで、まあ、なんかカジュアルに使っていこうかなというふうに思います。はい、はい、はい、どうでしょうか。1万円ということで、マルジェラのバッグの中で一番安いんじゃないか。はい、そして、次がですね、ウェアなんですけど、まず、はい、半袖のシャツが、入ってまいりました。半袖のシャツでございます。これもまあ後で着てご紹介いたしますけども、これちょっとね、デザイン効いてます。結構デザイン効いてます。特殊な、だいぶ特殊なんですよ、このパターンが。ね。うん。まあ、少しこう、ここら辺でね、二つのパーツがドッキングされてるようなんです、なデザインなんです。っていうかまあ、ドッキングされてるんですけど、これがね、なかなかこう、ちょっと平面的なんですよね。平面的、わかる？わかります？ね。ここもこう、ほら、こういう縫い方なんですよ。いわゆる普通のシャツとちょっと違うね、この胴部分ですか。うん、面白い。なかなかこれも凝ってますよ。これ凝ってるね。だいぶ、うん。上半身、この肩から上は、まあ、ちょっといわゆる普通のシャツっぽいパターンなんで、少し立体的なんですけど、この胸から下がね、見てください。もう、布バチン、2枚の布バチンみたいな感じの、パターンでございまして。ちょっと平面的なんですけど、これ、まあ、面白いですね。で、こういう、まあ、ちょっとこういう、なんていうんですかね、側というか、が出たようなデザインっていうのが、まあ、ここ、2シーズンくらいかな ?2 シーズンくらいよく出てましてね、こういう感じが。はい、まあ、ちょっと後でね、着て、見ようかなと思いますよ。はい、そして、デニムですね。デニムのパンツが入ってきました。もう、非常にシンプルな、まあ、ウォッシュがかかってる、うん、ブルージーンズって感じですけども。これもまたね、後でご紹介しますけども。まあ、なんかシンプルにね、いいジーンズ、いいデニム、なんか、欲しいなっていう方にはもう持ってこいっていう感じですかね。はい。あ、ちょっとディティール的なところもお見せすると、ここですね。ここ。ここね。ここに、はい。まあ、ウエストのこう、ラベルというか、タグ。はい。これがあったというようなこと。まあ、その痕跡が残されているという感じですね。4つタグとともに。普通ね、普通というか一般的なマルジェラのデニムって、このウエストのところにね、4つタグがあるのが、まあ、一般的というか定番なんですけど、これはちょっとこう、ここにありましたっていうね。なんだっけな、これ、プルーフオブなんとかっていう、なんだっけな、まあ、忘れちゃったんですけど、そういう、なんかデザインのあれがあるんですよね。はい。痕跡ということで。はい。じゃあ、そんな感じで、ちょっとじゃあ、シャツからね、着てみようと思います。はい。着てみました。どうでしょうか。はい。最初に言っておきますわ。最初に言っておきます。こちらですね、サイズ39で、お値段6万円でございます。はい。どうすか。
はい、ちょっとまあシルエット的なところからお話しますと、見てください、やっぱり、ね、身幅がちょっと結構デカめです。身幅がゆったりめ、身幅大きめで、で袖も長めですかね。なので全体的に結構ゆったりめではあるかな、サイジング的にも。うん、袖も長めなのでですね。なんですけど、丈がね、それに比べてはちょっとまあ普通くらいなんですね。丈が一般的な長さで、身幅が結構これ大きいという感じ。わかりますかね、こういう感じです。さっきも言ったようにこうね、布をこうバチーンでやって横こう縫ったみたいな感じなんですよ、ここ。これがね、だいぶでも特殊なパターンでございますよね。わかります？普通シャツってだから袖のところからこう、まあまず袖、これ袖に縫い目ないですけど、袖のところにこうあって、だからパーツがね、一般的なシャツだと、なんかシャツないかな、こうなりますからね、シャツはね。これ一般的なシャツですから、こう脇のところね、こうちょっと立体的になってるじゃないですか、シャツって。こう袖もこうなって、こう脇のところに沿うようにね、なって、こういう風に、これがね、だいぶ平面的ですよ。バチーンって感じ、ね、まあ、非常にこう置いた時にペターってなる感じですね、うん、なんですよね。なかなかこれがね、面白い、うん、まあ、かつ多分これね、これくらいの身幅じゃないと多分ここら辺突っ張ると思うんですよね、逆に、うん、こういう特殊なパターンなんで。ほらこのスクエアの感じ分かりますか、これ。こうやるとさ、ほら、だから袖はさ、こう立体的に作るわけじゃないですか、こう丸くね、丸く作るんですけど、それをこの脇のところとここでバチってなって、シュッてなってるわけですね、袖のところとここが、ここら辺、ここだ、バッとね、ここがなかなか面白いですよね。で、2つの生地でブルーな感じですね、はい。こうやってね、だから今こうやるとまあね、ちょっと四角っぽい、スクエアっぽいですけど、まあ、こうやるとこの辺がちょっと生地が、ね、ペロンってなって面白いですね、腕を下ろした時ね。これ結構独特というか、なかなかないデザインなのではないかなと思います。で、お値段もね、6万円で、僕ね、安いなと思いました。もちろん、これは何ていうか、一般的なシャツと比べたら、まあ、それ高いんですけど、マルジェラってね、平気で、プリントティー5万とかするじゃないですか。プリントティー5万なら、このなんかデザイン入った2つのね、あの、生地がある、こう、このドッキングのシャツって、これ6万だったら普通に安くないですか？ね、プリントティー5万してるんだったら、プラス1万でこの半袖のシャツってなると、あれなんか安いなというか、うん。比較的安いなと。まあ、そのなんか、まあ、そんなユニクロとかと比べ出したらね、あれですけど、まあ、高いは高いですけどね。うん。結構、値段的にもいいのかなというふうに思いました。はい。そんな感じで、どうですか。結構いいよね。これ結構好きですね、僕、このデザイン。はい。はい。そんな感じでございます。じゃあ次、デニムを着ていこうかと。はい、デニム履いてみました。どうでしょうか。はい、最初いってきますよ。最初いってきます。こちらですね、サイズ28インチで、お値段6万7000円となっております。はい、はい、見ての通りね、結構細身です。細めですね。細めなんですけど、これね、あのストレッチ入ってるんですよ。ストレッチが、2% ポリウレタン入ってますから、結構ね、ストレッチが効いてるんで履きやすい、うん、結構細身、だいぶ細身なんですけどね、うん、どうですか。細身なんですけど、テーパードがね、ないんですよ。こうキューってなんか裾に向かってね、細くなってるわけじゃないんで、ストレートながら、細身っていう感じですね、うん、タイトな感じ、ストレートでしょ。そう、あんまテーパードが効いてないですね。で、こちらのデニムね、まあ、なんか昨シーズンかな、2シーズンくらい前にもデニムね、出してたんですけど、ていうかまあ、うちで取り扱ってたんですけど、その時のデニムっていうのは、股髪深めの、レングスもめちゃ長かったんですけど、今回のは、そこはですね、
うん、そこまで股上も深くなく、はい、だいぶコンパクトな感じの仕上がりでございます。でね、ウォッシュがかかっておりまして、このちょっとこう綺麗なブルーというか、はい、ここ見てください。まあ、これがプルーフオブですね。プルーフオブです。はい、どうすか。履きやすいです。うん、思いのほかタイトなんですけど履きやすいという。まあこれも本当普段使いというかね、まあ使いやすいでしょう。これはなんかいいデニム1本欲しいなっていう方、うん、で結構タイトめのねシルエットでっていう方は非常にいいのではないかなというふうに思います。でお値段もね、これね、前ねデニム前ねやった時、一回お取り扱いした時のデニム入れたデニムはね、あれ1万くらい高かったっすね。確か7万5、6000した感じなんで、お値段的にもまたちょっとこれ下がってるんですよね。うん、ということでございます。はい、細身のタイトめのデニム、いいではないですか。ああ、こういうことだな、こういうことだ、こういうことですわ、こういうことです、こういうことですわ。もうちょっとなんか夏っぽいな。夏っぽいね。はい、まあそんな感じでございます。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしていただきたいのと、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。はい、そんな感じです。ではまた。